日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、まあこれで今日なんですけど、動画が投稿されているのはクリスマスイブということで、以前紹介したピザハットチキン店チキンウィングストリートさんのまだ食べていなかったフライドナゲットと旨辛チキンを食べていきたいと思います。やっぱりクリスマスはケーキ、当日にチキン、当日にチキンもいいんですけど、当日にケーキ、前日にチキンというのは私の中では鉄板なんですよね。美味しそう。ソースはどちらもヤンニョムです。ハニーマスタード苦手なんで。では、まず早速って言い方おかしいな。フライドナゲットから食べていきます。ソースべったりだからフライド感は若干なくなっちゃってるかもしれませんけど、いただきます。食べるの楽しみだな。さて、辛いかなと思ってたけど、これは、なんて言ったらいいんだろう。辛いは辛いんだけど、そこまで、うわー激辛だーっていうほどではない。だけど、美味しさはしっかりあるし、チキンの旨味も広がってくる。こういうの、待ってた。また美味しいもの見つけちゃったなー。だけど、やっぱり本職はピザなので、チキンの数はそこまでないのが残念。新しいソースとか出たら、またお世話になりたいかなーって思ってますよ。では、また、詳細はこの後すぐ。ソースべっとりなんで、いわゆるフライドのサクサク食感は、でしたけど、どちらも、ふんわりと軽い、鶏肉の旨味。ダウンポー旨辛チキンの方は、じんわりとくる、辛さが、よくあって、ヤンニョムソースとよく合っていましたが、ヤンニョムソースも辛いので結構ビリビリ舌が痺れていますが、辛いのがお好きなのであればぜひ食べてほしいです。どちらの鶏肉とも相性がいいので、ぜひ一緒に食べてほしいですね。というわけで、今回食べたチキンウィングストリートのフライドナゲットと旨辛チキンはどちらも同じくらいお肉の旨味がきっちりギュッと凝縮されているのが噛んだ瞬間に広がってきて美味しかったので、どちらも5点とさせていただきます。クリスマス本番のケーキも楽しみですね。それでは、蚊のようや恋に落ちるのに飛び回る。いや、小学生が好きな子にちょっかい出してるんじゃないんだから。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。